こんばんは。若松村男チャンネルでございます。えー、っと今日も、えー、箱根へ来ております。えー、っと車で来たんですけれども、さすが今日はねえー、まあ、下りですか？東名まあ空いてましたね。あっという間にあれですよ。あの箱根ついちゃいましたよ。まあ、途中ね。海老名のパーキングとあとまたこたつ。 小田原厚木道路の途中に平塚のパチングがあるんですけどまあそこへちょっと寄ったりしたんですがまあそれにしてもねあっという間に、えー、着きましたいやー連休はねカフェの方が本当に、えー、あのー、ねテレビの「昼なんですス、ね」の影響も多分あったと思うんですけれどももう連日ね40名近い40名以上 お客さんが来られましてね、まあ本当にもう慌ただしく大変のようでございました。まあ私はね、えー、まあ東京で仕事してたりしたもんですから、まああんまりね、全部、えー、箱根の方には立ち会ってないんですけど、まあスタッフは大変でしたね。まあでも今日はね、まあえっ、ー、と連休の最後の日出すので、えー、まあそれでもね、二十人ぐらい 来られてました、ねまあえーまあ、毎度ねお話してますけど、まあ、このスイッチバックカフェっていうのが本当に全国からねお客さんが来るようになりまして、まあ、箱根の中でもねいろんなこう観光案内の時にはもう大体ねいろんな有名な旅館とかホテルとかそれから美術館とかいろいろまあねあ,のあるんですけれども。 えー、スイッチバック花粉をですね大体こう程よく取り上げられるように、えー、なって、えー、きましたまあでもここまで来るにはねまあいくら努力しても来ない場合がたくさんあってねえまあなんか運よくやっぱりいろんな状況が重なってね、まあ、運よくここまで認知されてまいりました。まあ、これからねどういういに このスイッチバックカフェという一つのね、えー、まあ有名になった言葉でございますのでえっ、ー、とね、えー、ビジネスを展開しいくかっていうまあもろもろ考えながらやっていきたいなと思ってもや,あのやっていきたいなと思っておりますまあねこの前もお話ししましたですけどぜひね皆さん一度お越しいただいて気分転換にまたエネルギーのね、えー、補充 えとにかくね、あのこのね、気分転換っていうのはね、とっても、えー、大事でございますので、ぜひお出かけいただきたくお待ちしております。ありがとうございます。